今週の PSP インターネット教室、カリフォルニアオフィスのアニーカさんをお迎えしております。おはようございます。おはようございます。アニーカさん、ウェブサイトいろんなの私も毎日見るんですけれども、はい、写真で印象がすごく違うので、自分で何か作ろうとした時に難しいなと思うんですよね。たどり着いたホームページがその先に閲覧するかしないかって最初の3秒で決まるんですよ。3秒ですか。はい、確かに自分も見てて、例えば写真がタタ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 ってきて3秒開かなかったら逃げますよね。確かにそういう出てこないっていうのは余計にダメですよね。そうですね、だから出てこないのもまあ写真の一つですし、写真の画像が悪くてぼやけてたりとか、ちょっとイメージがやっぱり悪くなってしまう、はい、っていうのも3秒内で判断するみたいなんですね。ですからやっぱり第一印象で言えば、その写真とかイラストってとても大事な要素だと思います。はい、じゃあその写真なんですが、例えば自分で撮ったもの、そしてどこからか買ってきたもの、あとはカメラマンの方にお願いして撮ってもらったものとか、はい、いろいろあると思うんですけれども、はい、皆さんどんな風に写真されてるんでしょうかね。予算にもよると思うんですよね、はい、自分で撮った写真でしたらお金かからないですし、買った写真ですとやっぱりお金かかりますよね。まあ、無料でいい写真があるところが実はあるんですよ、インターネット上で。はい、キーワードで無料、画像、素材、この3つぐらいのキーワードを入れてGoogleしていただきますと、自由に使える画像素材がたくさんあるので、今度佐伯さんも見てみてください。はい、でその中でも誰でも許可なしで使ってくださいっていうサイトもあれば、まあ、そのサイトをリンクして掲載してあげれば使っていいよっていうサイトごとにルールがありますので、きちんとその規約を読んでいただいて、はい、理解した上で写真を使っていただくことができます。じゃあ今度さっき言ってたみたいに、写真が大きすぎて重すぎてなかなか表示されないっていうこともありますよね。そうですね、結構携帯電話とかで皆さん写真撮られる方多いと思うんですよね。意外と画質が良くってですね、その写真を自分のホームページ使おうとするとサイズが大きくて使えなかったりとか、やはり写真がなかなか出てこなかったりすることよくあるので、その写真を小さくするようなツールがインターネット上で無料で使えるものがあるんですよ。はい、それもまたちょっとキーワードが画像と縮小で、この2つの言葉を調べていただきますと、いろいろ無料で使える画像縮小ツールが出てくるサイトがありますので、ぜひお試しいただければなと思います。はい、あとその他に一番簡単な方法は、自分の携帯電話で撮った写真を自分宛に E メールで送るやり方です。はい、自分に送るときに写真の大中小って選択するところが出てくるんですよね。はい、大体中ぐらいを選んで自分に送っていただいたものでしたら、ホームページに使うときに支障のないサイズになりますので、お試しください。はい、その無料というと、はい、PSP さんではセミナーもいつも無料で開催されてますが、10月にも大きなセミナーを予定されていると伺ってますが。はい、 SEM サーチエンジンマーケティングの略なんですけれども、テーマとしては一つ上を行く PSP のマーケティングセミナーということで、10月19日午後2時から無料でリラックゲートウェイホテルで予定しております。詳しくは私アニーカまでご連絡ください。電話番号は424-215-9939です。はい、ではアニーカさん、今週もありがとうございました。ありがとうございました。 PSP インターネット教室、この番組は PSP インクの提供でお送りいたしました。